もタカチャンネルのタカです。皆さんお元気してましたでしょうか。僕のチャンネルではちょっと新しいガジェットやリュック、そういったものをご紹介させていただいてます。このように再生リストをまとめさせていただいております。ぜひ皆さんチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。はい、皆さんにお聞きしたいんですけど、散歩とかされてます？やっぱりね、春になってきて結構暖かくなってきたじゃないですか。なので僕自身もですね、日中たまに、まあお昼休み歩いたりとか、まああとはですね、夕方仕事終わってからですね、まだ日が出てる間にですね、少し歩いたりとかをしております。まああとは日曜日とかもね、結構ね、最近では暖かい時期が多くなってきたので、あの街中出るとですね、結構歩いてる人も多く見かけます。はい、そんな中皆さんにお聞きしたいんですけど、散歩中のバッグ何使ってますでしょうか。はい、僕はまあ普段だとリュックとかも多いんですけど、まあ本当にガチで散歩しかしない、もうちょっと散歩したり歩いて帰ってきて編集するぐらいの目的であれば、ズボンに、ベルト通してですね、まあ使うような小型のボディバッグ的なやつを使ったりとかしております。皆さんはそうだと思うんですけど、カバンを持つほどの量ではないけども、ズボンのポケットには入りきらない、まあこう日常のちょっとしたものとかって結構多いと思っていて、でそれらを解決するバッグっていうのをですね、今回は紹介しようかなと思います。それ何かっていうと、こちらです。今僕のね、ここにつけている、これね、イノウという製品になっております。はい、イノウっていうのはですね、あのこういった漢字を書きまして、あの昔の呼び名でイノウという風に呼ばれていて、でそれは、主に衣類についている物入れっていう意味でして、ここから取ったみたいな感じですね。で、元々ですね、この射撃用として使用されていたハンディングエプロンというものをですね、リデザインして、日常的に使用するスマートフォンとか財布、そういったものを入れるのに便利なウェアラブルマルチポケットに仕上げたのがこのイノウというバッグです。はい、でこのバッグ今届いてからですね、もう 3,4 日ぐらい使わさせていただいてるんですけど、めちゃめちゃ良くてですね、あの僕自身はですね、普段 Uber Eats とか、そういうのもやるんですよね。でさらにこう散歩とかもしたりとかもするんで、あのできるだけ手ぶらではいたいんですけども、やっぱりこうスマホ、あと充電器とか、まあ歩いてて途中で雨降ってきた時の傘とか、そういったものはですね必要なんですよ。で、やっぱりそれらを持ち歩くとですね、どうしてもバッグがこうぼやったくなるし、なおかつまあどうしても小型のものをこう肩から、まあボディバッグとして背負わなきゃいけないとか、そういう風になってしまうので、あんまりね好きじゃないんですよ。でだからといってポケットに全部入れちゃうと、ポケットがブワーンってなって、なんか見栄えも悪い、シルエットも悪いみたいな感じになってるので、それらがすごい困っていたんですけど、これつけてから本当に、日頃の生活が革新的に変わりました。でこれね、皆さん見てもらって分かるようにですね、なんだよ、ただ単に昔からなんかよく美容室がやってるようなサイドバッグじゃんみたいな感じで思うかもしれないんだけど、これね、そうじゃなくて、意外と素材とか、それこそ作りっていうのがめちゃめちゃこだわられた製品になっているんです。はい、なので今回はこのイノウというね、このボディバッグをですね、皆さんに余すことなくいろいろと紹介していこうかなと思いますので、ぜひ皆さん最後まで聞いていってください。はい、今回のこのイノウという製品なんだけど、実はね、初代プロジェクトっていうのがあって、そっから2年半の、まあ、いわゆるですね、まあ、こう開発とかそういったのを得てですね、今回新たにですね、まあ、この新プロジェクトとして誕生しました。で、この異能なんだけど、大変ありがたいことに当時の幕開け様を含め累計ね、1500名を超えるお客様に商品を、買っていただけたものになって、実績のある製品になっております。で前回買って、ちょっとここはなっていう風に思ってた人も、今回買うと、あ、改善されてるっていう風に思うかもしれないし、新たに今回から買う人はですね、うわ、このバッグすっげーって思ってくれるぐらいですね、めちゃめちゃですね、こう、あの感動体験ができる形になっているので、ぜひ皆さんこちら、購入してみてください。価格なんだけど、まあボディバッグにしてはちょっと高い値段ではあるものの、あの機能性踏まえると結構納得してくれる金額かなと思っていて、金額は今超早割で 17,330 円です。で、ただ単にこの金額を聞くと高いなって思ってしまうかもしれないんですけど、すごいこだわった素材と機能性を備えていて、あの実際ボディバッグっていう名前には なってるけども、この異能に関しては実際使った感じとしては小型のリュックに近いんじゃないかなぐらいのイメージです。はい、で今回ね、これをこれから紹介していこうかなと思うんだけど、特徴3つだけ最初にご紹介させてください。はい、特徴としては好評を、まあ、得たですね、異能が2年半の時を経て大幅リニューアルをして帰ってきました。で徹底的に、まあ、
このお客様の声に向き合って新たにこうバージョンを、開発したっていう形になっているので、前作を知ってる人も知らない人もですね、今回はじっくりと見てください。で、さらに手ぶらで身軽なのにおしゃれで機能的っていうところで、今見てもらってどう？なんかすごいアウトドア感が強いから、僕みたいにこういうね、まあ、いわゆるちょっと秋っぽい色のパンツと黒の T シャツ合わせてもめちゃめちゃかっこよく見えるでしょ。なんかアウトドアブランド的な、まあ、バッグを背負ってるかのような感じのイメージになってるので、まあ、こう自分好みにアレンジもできるっていうところから、様々なシーン、そして活用法ができるかなと思います。最後のポイントになっているのが、コーデュラ製のバリスティックナイロンを採用していて、これね、今までも数々の僕の、紹介してきたバッグの、レビューにも出てきた素材になるんだけど、シュプリームとかはもちろん、大手企業のユニクロさんもそうだし、まあ、そういった数々のですね、品質を大事にしているようなブランドから、まあ、かっこいい珍しいブランドを含めてですね、幅広いところで使われているものになっております。で、またこうミリタリー系でも結構採用されやすいこの素材になっているので、高い耐久性と、防水性、そしてですね、本格アウトドアでもですね、大活躍していただけるんじゃないかなと思っております。はい、それじゃあ早速こちらの異能ですね、皆さんと一緒に詳しく見ていきましょう。お待たせいたしました。今回異能に関してはこのデスク上でですね、レビューをしていこうかなと思います。はい、まずなんですけど、スペックをね、紹介しましょう。サイズ感としてはこのような形になっていて、こっちのね、こういったポケットに関しては、縦260のこのベルト部分を除いたら195で、ワイドの部分が、190っていう形になっております。はい、で、結構大きめで、だいたいですね、1個分に関して言うとですね、大きめのジャンバーのポケットとか、あとは小型のね、サコッシュとかと同じでぐらいです。で、サイドのこっちに関してはですね、ワイド420の縦260で、ベルト部分を除くと215という形になっていて、これはまた詳しく説明するんだけど、パーカーのポケットみたいな感じで、こうサイドから物を入れるようなスタイルのポケットになっております。はい、その他のポケットとして、別途もう一つね、アクセサリーがあって、それをつけるとですね、ポケットが4つに変わる形になっています。はい、その小型ポケットってやつがミニってやつで、これは125のワイドに対して、高さ190っていう形になっております。はい、でその他のところで言うと、まあ、台座部分に関してはナイロンメッシュを使っていて、ポケット本体はコーデュラのバリスティックナイロンを使っております。はい、でベルト部分もナイロン、バックルは樹脂、ファスナーは YKK 製の金属ファスナーを使っているので、結構ここら辺のところはですね、素材に関して妥協がない形ですね。で、企画デザイン組み立ては日本で行っており、縫製工場は中国という形になっております。で、今僕がつけているこのモデルに関してはですね、このベージュの色を使っているんですけども、ベージュの他にもですね、黒だったり、あとカーキとかがあるので、それこそ最近だとカーゴパンツのミリタリーのワイルドなものとか結構流行ってるんで、そういったものと組み合わせるとより結構マッチしていいんじゃないでしょうか。それ以外で言うとですね、やはりこうGパンとかにも結構合いやすいと思いますので、まあ幅広いファッション他にも使っていただけそうです。それではですね、こちらの異能という製品についてですね、余すことなく仕様とか機能を紹介しようかなと思うんですけども、まず何といっても進化した点をいろいろと紹介しましょう。4つのポケットすべてつけてみました。さっきまで3つだったと思うんだけど、まあこういう風にね、4つ、実際ポケットはついてきます。はい、で、まあこの4つのポケットの進化したデザインと機能性というところが、なんといっても今回の進化ポイントかなと思います。はい、で最後が、今ちょっとつけてみたんだけど、このミニっていうポケットです。はい、こんな感じでね、他のやつよりも小さいポケットになっていて、125のワイドに対し高さが190、ベルト部分を除くと125という形になっています。他のと違ってシンプルな構成になっていて、真ん中にファスナーがあるだけという仕組みになっている感じのポケットです。はい、2つ目のポケットがこのポケットなんですが、まあ形としてはこんな感じになっていて、なんか軍用ミリタリーポケットみたいな感じになっております。で、1つ目は、まあ、この開口部が結構広いポケットになっていて、これ上の部分こうやって開くんですよね。で、マジックテープの、ついているポケットになっているので、ポケットの口がこう開きっぱなしにならないっていうのがまず1ついいところになっております。で、大きさ的にはかなり大きいものになっていて、僕の財布今これ使ってるんだけど、この、財布もですね、丸々入って、なおかつもっと余裕があるので、スマホもここに入れれるぐらいですね、結構大きめのポケットになっております。
はい。で、前面の部分にこういったメッシュポケットがあって、ファスナーがこういう風についているものがあるので、例えば皆さんお持ちのですね、よくあるこういうワイヤレスイヤホン、こういったものもですね、ここに入れることが可能です。で、AirPods とかに関してもケースを、つけてないバージョンであれば普通にね、入れることが可能なので、まあ、そこら辺のところも皆さんね、ぜひ試してもらいたいなと思います。はい。こっちに関しては、ファスナーをサイドに配した、まあ、機能的なポケットになっていて、皆さんポケット、まあ、ジーパンとかジャージとかでもそうなんですけど、横側に、まあ、こう入り口がついてますよね。それに近い形のポケットになっています。これは、ここの部分にファスナーがついていて、ここからアクセスができるといった形です。で、ここに関しても財布とかも入れることは可能なんですけども、まあ、こういったね、大きめのパスケースとかも余裕で入る形になっております。はい。で、ここの部分に関しても、まあ、基本的にはですね、ボタンとかは特にないんですが、まあ、大きめの手の甲が丸々1個入るぐらいのですね、ポケットになっているので、こういったモバイルバッテリーとかをそのまま、こういう風にね、入れることもできます。はい。なので、結構ここら辺のところはすごいいいかなと思います。で、こっちも結構マチがですね、これぐらい太くてですね、かなりあるので、厚めのお財布や、携帯電話を入れることも可能ですし、その他貴重品とかに関してもですね、安心して収納することができるかなと思います。やっぱりこのファスナーがついてるついてないって結構ね、安心度が違うので、まあ、ここら辺のところの仕様は結構僕的には嬉しいかなと思いました。で、3つ目に関してが、僕のお尻の方にあったポケットになっていてですね、それはこれになっております。はい。これです。はい。ちょっとジャラジャラと申し訳ないんですが、こういったポケットになっております。はい。基本的には、このサイドの部分からアクセスをするような大きめのポケットになっていて、僕はここにですね、何入れてるのっていうと、こういったね、折りたたみ傘、結構大きめの、長さのものなんですが、それを丸々1個こういう感じで入れています。で、前面のところにですね、こういった形の、まあ、いわゆるですね、ポケットがあるので、まあ、ここにですね、これ後ほどまた紹介させていただくんですけど、先ほどのサイドポケットをまあサコッシュ状態にするようなですね、紐とかをここに入れています。その他こいつのすごいところとして、ちょっとさっきからジャラジャラ言ってるのがこれなんですけど、ここに D 缶がついてるんですよね。なので、こういった鍵類とかをですね、まあこういう風にカラビナをつけていれば、こうつけておくことも可能ですし、その他で言うと、まあ、例えば AirPods、ケースにカラビナがついてる場合、こういう感じでね、つけておくことも可能になっています。なので、まあ基本的に物をなくすとか、そういったものも結構しにくいのかなって感じがしました。で、まあ基本的にですね、ここ大きいポケットになっているので、ノートとかそれこそペンとか入れていただいてもいいし、まあ、あとね、サングラスとかも収納できる形にはなってるんですけど、ただお尻のね部位になってるので、踏まないようにだけサングラスとか入れる場合は気をつけた方がいいかなと思います。で、これらの4種のポケットをベルトに装着することで、まあ移動は使用していただけるんですけど、今回はね、その着脱機構が一新されたっていうところがまず2つ目の、まあポイントになっております。はい。これどういう風に繋がってんのっていう風に皆さん思うかなと思うんですけど、これ実は結構簡単な仕組みになっておりまして、ちょっとこっちで説明させていただくとですね、ここにメインファスナーがこういう風にあるんですよね。で、ここの部分が折り返しになっていて、そこにこういったね、まあベルトがついている形です。なので、例えば後ろのポケットだけしかいらないよっていう場合、これ外すことも可能です。はい。なので、シンプルな設計にすることもできるし、まあ先ほどみたいにね、じゃらじゃらとついたような形でですね、まあこういった、まあポケットの連鎖っていうのもできる形になっております。なので、まあ自分の荷物の量のスタイルによってですね、こういろいろとバッグの量を調整できるっていうのは結構僕的にいいんじゃないかなと思いました。でね、これ見ていただきたいのが、僕一番これ特徴的だなと思っていて、特にメーカーのホームページとかにも書いてないんだけど、このバックルめちゃめちゃね、開け閉めしやすいの。うん。こう見たことがない、バックルだと思うんだけど、これね、こうやって、普通さ、バックルって押し込むじゃん。これ上に上げんだね。それでキュッて持ち上げるタイプのやつで、これが結構ね、なんかおしゃれで、あんまり類を見ないバッグになってるので、これ結構僕の中でポイント高いなっていう風に思いました。サイドポケットもそうだし、他のポケットに関してもそうなんだけど、ここの部分にこういった、まあ、いわゆるですね、僕らでいうGパンの、ベルトを通すような、こういった紐の帯がついております。なので、ここの部分に、まあ、いわゆる、各ポケットのループにカラビナを装着したりすることもできるし、先ほど紹介したですね、こういった、サコッシュにする紐を使えば、こういう感じで、
サコシ状態にもできます。なのでフェスとかはもちろんのこと、あとはねちょっとしたお散歩の時とかだと、もうこういう感じで持っていただいて、まあ、買い物とか、それこそちょっとお茶をするとか、そういうのもできるっていうところでは結構いいんじゃないでしょうか。はい。で、先ほどから申し上げているですね、素材のところなんですけど、コーデュラのバリスティックナイロンを採用しているって言ったと思うんですけど、これ結構ね僕今までいろんなバッグにも使われていて最も信頼できるナイロンかなと思っております。前回はですね、まあ耐久性に課題を感じたあのコットン製だったんですよね。で、様々な素材の試行錯誤の末たどり着いたのがこのインビスタ社の高品質ナイロンの中で、とりわけ耐摩擦性とか耐久性防水性に優れたコーデュラバリスティックナイロンというものになっていて、これねいいのが、結構引き裂き強度とかにも強いので、結構力を入れてこういう風にやってもビリビリと破れてくることもないですし、なおかつですね、あまりにも斬新なやつだとあれなんですけど、こういうハサミとかでこういう風にやっても傷がつきにくい。うん、これは結構ね、スリとかそういう風に合う時にも結構安心できるかなと思います。それ以外ね、撥水性とかも結構強いモデルにはなっているので、それこそ水辺とか雨天とかいった過酷なシチュエーションへの、まあ、使用っていうのも可能です。ただしこれに関しては密閉っていうところはないので、水中での完全防水とかそういうのはできないので、海の中入るとかプールの中入るとかに使っていただくっていうのは、やめてください。はい。その場合はね、中のものが全部びしょびしょになります。はい。それじゃあ最後ね、こちらまとめていきたいと思います。まとめていきましょう。はい、皆さんいかがだったでしょうか。今回はですね、こちらの、コーデュラのナイロンを使ったですね、イノウというですね、ボディバッグを紹介させていただきました。今ね、僕サコッシュ状態で持ってるんだけど、サコッシュ状態でね散歩するのもいいかもしれないね。うん。で、結構それぞれの素材がですねしっかりとよく考えられた素材をしていて、まあ、まずねボディにつける場合もこのいわゆるベルト部分が、結構こう着脱しやすいっていうところでもかなり使いやすいなと感じました。はい。で、実際使ってみていいところ悪いところまとめさせていただくと、いいところとしてなんといってもこのいろんなスタイルで持てるっていうのは結構いいかなと思います。3つあるとやっぱりこうちょっとやぼったいなって感じがしてたと思うんだけど、こういう風にね2つだけだとちょうどいいかなっていう風にも思うし、まあ1つはね、こういう風に、サコッシュにしてあげて奥さんとか彼女に、まあ、貸し上げるとかそういうのもできるので、うん、こういうのは結構ね考えられた遊び心のある作りだなっていう風に感じました。はい。で、あとおしゃれだよね、全体的な色合いとして。で、見た目も結構いいなと思ったので、僕これをファッションに取り入れやすいかなと思っています。はい。残念なポイントないんですかっていうと、残念なポイントね、まあいっぱい物入れすぎると重たいよっていうのがあるぐらいで、まあでもそれはねこのバッグのデメリットってわけではないと思うので、まあ個人でねそこら辺のところは気をつけていただきたいなって思うと、まああと強いて言えば、後ろのポケットとか、それこそこの、サイドのポケットもそうなんだけど、 YKK のファスナーが、止水ファスナーだともっと安心かなって思ったので、今後はですねそういった形でですね、まあこう改善していただければと思います。はい。とはいえどかなり使いやすいボディバッグにはなっていたので、ぜひ皆さんこちらのボディバッグ購入してみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。じゃあのー。